こんにちは、ゆきなです。今日はせっかくの週末なのでジムに行く準備から今日一日中のことまで全部見せたいと思います。ジムへ行く前軽くメイクをします。汗かくからスピンで行く時もあるけど、時々は気合い入れようと思ってメイクをしてから行きます。正直言うとね、ジムに行く時ってもう本当に化粧崩れちゃったりするんで、ベースとかはあんまり塗らないんですよ。もうただ運動するので、そのしっかりメイクしてもね、どうせ崩れるので軽くしかしていません。はい、というわけでメイクが完成しました。今からジムウェアに着替えます。まずジムへ行く前にね、近所にゆきすけのカフェがあるから、今日はそこで朝食を食べながらジャーナリングをしようと思います。ジャーナリングとはね、革命想とも言われていて、頭に噛んだことをただそのまま紙に書き出すことで心が落ち着いたり、頭の中をすっきりさせる効果があるというものです。私も毎朝ジャーナリングをしているので皆さんにもおすすめです。はい、今食べてるいちごのパイかな、本当に美味しいですよ。せっかくの週末なのでちょっと本読んだり仕事をしたりします。すごく美味しかったので家にも持ち帰りました。じゃあジムへ行きましょう。はい、これは今日のジムウェアのフィットチェックでございます。筋トレをする前は必ずストレッチ、体をほぐしてから筋トレ入ります。最近私ね、なんかこう手に豆がすごくできるようになっちゃって、豆もね、動力の印象だと思っているんですけど、女の子だからね、ちょっと嫌なんで、正代の筋トレの日にゴルフつけるようにしてます。今日は足トレ、お尻のトレーニングなので、ヘップストレストをしたいと思います。約5キロはちょっと限界かな。次はスクワットをします。ちょっとね、ジムの動画ではないので、詳しくはちょっと撮ってないんですけど、これでトレーニングは終わりです。じゃあ帰りましょう。はい、ちょっと休んでシャワー浴びてから仕事を続きにします。持ち帰ったパイを食べながら仕事を続きました。そろそろアニメのお時間です。はい、皆さん、今日の動画はここで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画にお会いします。じゃあバイバイ。